今日の御言葉、ルカの福音書1章18節から23節。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家に帰った。祭司のザカリアと妻のエリサベツには長年の悩みがありました。それは子供ができなかったことです。彼ら夫婦は必死に祈りました。そしてついにその祈りが聞かれて、二人が年老いた時に天使が現れて、あなたに男の子が生まれます、その子をヨハネと名付けなさいと言いました。しかしです、ザカリアはこれを信じることができませんでした。長年祈ってきたんです。長年祈ってきた祈りがついに聞かれそうになったのに、彼は信じなかったんです。しかも彼はただの人から言われたのではなくて、御使いから言われたのにです。その結果、彼は口が聞けなくなりました。彼は結局不可能を可能にする神様の力を完全に信じてはいませんでした。彼にとっての神様は非常に小さなものでした。私たちはどうでしょうか。私たちも神様に祈りを捧げます。しかし時として神様に不可能があるかのように思ってしまいます。しかし実際のところ、神様に不可能なことは一切ありません。神様は不可能を可能にされるお方です。神様にできないことはありません。私たちは神様を小さく見積もりがちです。神様の力を小さく見積もって小さな祈りをしてしまいます。しかし神様は何でもできるお方です。私たちは大胆にそれを信じて祈っていけばいいんです。神様を信じない者にはザカリアのような罰が伴います。私たちにはこのストーリーが与えられていますから、同じ過ちは犯さないようにしましょう。あなたの祈りは何ですか。あなたの願いは何ですか。神様はその祈り、願いをしっかりと聞いておられます。しかしそれが叶うのは、もしかすると今ではなくて何十年後の話、何百年後の話かもしれません。しかしいつか聞かれると信じて、熱心に必死にお祈りしていきましょう。神様に不可能なことは一つもありません。オールフォージーザー。